れたな、今日です。疲れたー。やっと終わったー。終わった。はい、ダメよ。はい、ダメよ。はい、ダメよ。皆さん、こんにちは。ナレーションの寺沢アリスです。今日は、レッスン後にメンバーでお泊まりした時のナイトルーティーンを紹介します。私以外のメンバーの夜の過ごし方、気になります。21時頃、この日はみんなでお寿司パーティーです。寿司パフォーマーとしてやっぱり晩ご飯はお寿司じゃないとね。みんな食べる姿本当に可愛い。うまくじゃばせめてさ、口さ小さすぎてさ、いただきます。なんとほとんどのメンバーが5分ほどで食べ終わっちゃいました。アイドルって実は超早食いなんです。眠いもん、もうおやすみなさい。はい、イエーイ。それでは今からお風呂に行ってきます。いやー、行ってきまーす。ちょっと急ぎます。画面用意するかもしれない。寝てしまう前にお風呂へ行きます。リンノとアスミは実家へ、他の4人は銭湯へ行きます。上がりました。優しいおばあちゃんでした。めっちゃ優しい。いつもなんかいい感じだね。もう寝るだけだね。入浴シーンはお預けでした。みんな残念。みんなすっきり、すっぴんも可愛い。アイドルにとって髪の毛は超大事。しっかり入念に乾かしていきます。まほちゃんも乾かしておりますね。やっぱりあの上の方から風を当たるのが髪の毛がツヤツヤになるポイントですかね。はい、まのちゃんはなんとサーキュレーターで髪の毛を乾かしております。ゴイチには2台しかドライヤーがないので。そしてもちろんスキンケアも忘れません。かわいい。みんなで寝る準備を開始しました。初めての寝袋で横になって寝ます。みんなずっとワクワク気分でいっぱいです。とっても寝心地のいい寝袋だったみたいですよ。もちろん歯磨きもしっかりします。芸能人は歯が命でしょ。ということで今回はちょっとホリちゃんの歯磨きシーンをお届けしております。やっぱすっぴん見せれるのってホリさんぐらいしかいないですもんね。こうメガネで遊んだりね、はい、結構長いですが皆さんもうちょっと見てください。寝る準備もバッチリ。頑張った自分にお疲れ様。あとは寝るだけです。おやすみなさい。アイドルのナイトルーティーン、いかがだったでしょうか。少しでも皆さんが癒されてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。オールアップです。ありがとうございます。このあと夜中の3時までゲームをやり続けたメンバーがいたことは言うまでもない。